どうも。はい、おはようございます。2月23日。お、レムも開いてんじゃん。よっしゃ、レム像で行くぜ。エヴァーも無理だしね。いや、行けたか。まあいいや、ディゼルで行くよ。はい、おはようございます。ジャイル、技研のジャイルです。さ、2月23日、ほんと今年になって急上昇している祖師ヶ谷大倉三つ星さんにお邪魔しております。見てください、エヴァ地域最大級ということで、エヴァだと思うでしょ。リゼロなんだよ。100名強のお客様が並んで、100名超えてたよね。100番、抽選番号100番引いてた、あの可愛らしいお嬢さんからも声かけられたんでね。まあ今日100人以上のお客様が並んだ中で、僕が取ったのはリゼロでございます。サトヨガで今日、多分今日を最後にしばらくリゼロは打たないことになるかな。その分ね、リゼロを今なら完璧に解説できるんじゃないかと、本日はリゼロに座らせていただいております。まあね、いい番号を引いたらリゼロって決めてたもんで、今日は、ね、で、次回はやっぱりさすがにエヴァ行きたいね。はい、ただエンペラータイム終焉のお時間が来たようで、ここのとこちょっとパチンコ打ってて、なんか大丈夫かな大丈夫かな、やばいんじゃないかなっていう、この圧迫感に襲われております。ただまだドツボール段階までは行ってないと思うんで、まだね、スロテル天国、通常、地獄って3つのモードがあったりするじゃん、4号機の僕と。通常に落ちちゃった。ここからさらにもう一回天国に戻れるかって、本当にドスランプに入るか、今日、明日、明後日あたりが踏ん張りどころでございますので、ぜひともよろしくお願いします。ちなみに、さっき読み、後期待モードでやりますので。はい。というわけで、実戦開始まで、ドキッとマッシュ。あ、ちなみに今日は地獄じゃない。はい、ではおはようございます。 D0 を確保して実戦スタート。今回でしばらくリゼロは打たなくなってくるかなと。あれね、やっぱね、間を置いちゃうと弦ですら結構忘れることが分かったんで、今回はしっかりとね、まだ覚えてる、いろいろ覚えてるうちに。で、まずカスタムは先バレはね、俺的には微妙っていうか、先バレで打つと俺個人としてはめっちゃくちゃつまんなくなるんで、先バレはなしで、プレミアモードもあるんだけど、やっぱり先読み後期待で、キャラをあのね、偶数の図柄、まあ ラムでもいいんだけどね、こうするとラムは5図柄だったかな、5図柄も大チャンス図柄になってくるんで、で、3と7は基本的に大チャンス図柄なんですよ。これ超チャンス図柄、これ疑似2でレム図柄テンパイで超チャンス図柄になって、他のキャラは推しキャラにしてると、その図柄が疑似にでテンパった時に超激アツキャラになります。苦しいんですか。本当はね、レムちゃん置いときたいんだけどね。はい、ではこれで鬼かかっていきましょう。はい、でこちら319分の1で 55% で3000発プラスラッシュ、 45% で通常大当たり1500発という台です。だからどちらかというと海物語に近いかな。で、まず推しキャラを設定したのは、さっき軽く説明したけど、この台って7テンパイはいつでも熱々なのよ。で、この左の3図柄のレムちゃん、これ疑似にでレムちゃん図柄が3図柄がテンパったら、こっちも熱々。なんだこれ、カウントダウン始まってない？行くんか行くんか。いや、行かねくせえな。すいません、これ初見です。絶望ってなってるんですけど、すいません、2回転です。まだエンペラー続いてんすか。僕もうぶっちゃけ終わったと思ってるんですけど、すいません、これは知りません。あらがやダックいくか。で、これは合計で母体3回。わらった。1つ対戦相手が削られてと、もうこの時点でどっちか相手で、多分これで緑エフェクト。あ、紫か。次で赤エフェクトになるかな。ただ今のとこいきなりあんなエース来たんで、これが熱いかどうか全く、これはまだ当たるとも何とも言えない。
あ、赤ボタンだ。激アツですね。ベーテルギウス相手が、あれ6戦じゃん。でここで OK ボタンを押して、今レムが笑ってないんで鬼がかりは来ないと思います。ただ多分当たったと思う。でも擬人に全敗じゃないんだよね。6がクルシュなんですよ。6図柄はクルシュ、6図柄で擬人に全敗で6点だったら当たりなんですけど、おそらく最終6点敗とか押しキャラ図柄で最終形いったら多分当たりだから、バイブルやべ、押しが間違わなかった、押すの間違わなかった、間に合わなかった。でも赤カットインだったな。外れんの、擬人にじゃないから、擬人じゃないから外れんの。セバ捕虜変わってねえじゃん。でもクルシュ図柄だぞおい。いやいけそうな気がするんだけど、6ってクルシュだよな。ほら、これね、今俺しキャラをクルシュにしなければ、いや当たってるだとは言えなかったんですよ。ギジニで6テンパイ、いや押しキャラ図柄テンパイは熱々なんですけど、おそらくだが最終形に行けば押しキャラ図柄も熱々かな。超激アツとまではちょっと断言できないですけど、今回当たった要因はクルシュにしといてクルシュ図柄でテンパってたことですね。押しキャラ図柄で当たったらラッシュとかない？ないと思うけど。ここで OK をし、OK をして笑わないですね。何も言わないね、デムちゃん。まあチャレンジか。じゃあやったで、チャレンジボーナス昇格演出の時に OK ボタンを押すと、押してレムの声が聞こえたら3000、聞こえなかったらチャレンジ。ただしチャレンジボーナス経由の3000発の時にはこの裏技は通用しないんで、昇格チャレンジボーナスからの3000は十分ありえます。で次に青図柄で当たった場合、というかチャレンジボーナスだった場合、4回に1回が昇格します。昇格期待度は 25% 程度で、6図柄でももう通常あると思いますね。多分だけどね。赤ボタンだったら通常かな。いけ、やったー、行ったことありますけどね。ああ、クルシュだね。まさか いきなり当たると思わなかったね。この台で覚えておくべき法則が、まずミニレム作動はの先読みはかなり強くて、特に何にもカスタマイズしてなかったりした時は 50% 強、先読み後期待モードなら7割超える信頼度も誇ってます。でこいつが動いた時にミニレムっていうんですけど、これが作動して、ここに V ランプがあるんですけど、これが作動したという条件で無課でこいつがつけば3000ボーナス。 V ランプ光っただけじゃ3000は約束されない。あ、どうもおはようございます。もう一回当たってくれました。はい、今日、はい、今日最近お客さんかなり増えてますからね。中本浩二さんが参られました。びっくりしますね。中本さんもお客さんが多いから何打とうかなって。できればね、あのご年配の方もキャッキャできる、キャッキャ打ててた20年前ぐらいに戻したいですね。やっぱさ、40玉にして俺がジジイになった時にパチンコを楽しみてんや。カメラが落ちてた今やっべー、今完璧な解説してたのに録画を一旦切ってトイレ行ったの忘れてました。切れてました。やっちまった。今ミニレムビビビビって動いて金色を入って、で2点敗して疑似さんで裏ボタンを押したらレムが笑って鬼がかりって当たりました。やらかした、やべ、絵がまあ笑わねえだろうけど、笑い笑い、あーダメだね、笑わない。まあはっきり言ってここで3000になる、青数字で3000はまあならないっすよ。1234567全部ついた。とセグやっちまった。ベストな形で当たってくれたのにやっちまったぜ。録画できてないとかいうこのクソ事実、せっかくこれ動いたのにね。ラウンド中にこれが動きまくってたらラッシュとかあったらいいんだけどねえよな。マイラウンド動くだけだよね、ビクッつって。赤ボタン、あーダメか。おいと1234567は入りなんですね。びっくりした。
すぐ打ちましょうね。やべえ、今止めてた、慣れちゃってて。はい、あぶね、パンクするぞと。6が消さない方がいいね、これから。まあいいや、もう1回ぐらい当たり取んねんとしょうがねえし。でもやっぱね、先読みチャンスの方がね、入った瞬間以外にもいきなりこいつが動いたり先読み来たりで面白くなれるから、やっぱこっちだな、おすすめは。あー、取れましたよ。はーい、今ラッシュのラで打ち始めの技だ、やっちまったね。基本的に点滅保留待ちです。多分速落ちします。もうエンペラータイムは終焉を迎えてるっぽいんで、リスタートでもいいのよ。 OK。 あー、ダメだー。点滅保留の信頼は 33% ぐらいで、点滅保留が出た時にその保留を対象に先読みが始まったら激アツ。間違ってこい。まあダメかな、速落ち癖。あのね、スランプの入り口に入ってるんで、多分こっからしばらく初あたりはそれなりに引けて、ラッシュも入るけど、こうやって当たんねえんだこいつが。入るけど連チャンしないという状況が今後続くと思われるんで、7、7、7、2、1、頼む。なあ、いった、いった、いった、よーった、よーった。天命総流でロングオリオして、ロング変動してくれた。あれも十分熱いです。モードどうしよっか。予告が発生するだけで大当たりなんだけど、やっぱレム告知がない。一回レム告知で行こうか。でもね、ノーマルもね、分かってくるとかなり面白い。結局点滅保留以外は当たったらラッキーぐらいの気持ちで見てると。よかった、当たって。シューのラで打つ。これで連チャンします。これで今回さっき油断したけど、これで大丈夫で、最初の44回100キルまでは肩の力を抜いて、さっさと当たってもあんま意味ないんで、で3000発からスタートしてるし、切れろ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 。2ラウンドだー。せっかく直撃引いたのに、直撃引いたのに2ラウンドは痛えとはいえ、前回そろそろ2ラウンド引くよな。ここんとこずラッシュー、ここんとこ直撃で3000発ばっかだったんで、あと振り分けにイラってしたらそれもやばい兆候です。まあ、ボケーっとボケーっとボケーっと、うおー、レムチュワーン、やったー。何気に僕はあの3000ボーナスももちろん嬉しいんだけど、やっぱ1と5が停止した時がやったってなるね。で、今回見始めた人のためにもう一度当たりのフラグを説明しておくと、まず2ラウンドのボーナスと3000発のボーナスがあって、これは大当たりを直撃319分の1を引いた時に発生します。で、今のが C 時短の B を当てたことになってて、それが要は小当たりだと思ってください。このフラグを引くと必ず10ラウンドの大当たりが1回出てきます。で、そのもう一つ C 時短の C、 これが出玉なしで、ただ時短回数が回復するだけ、要は出玉なしの大当たりです。ですので基本的に振り分けに、振り分け負けと言われるのがさっきの2ラウンドのあたりです。あのあたりは振り分け 20% が2ラウンドになるんですよ。319分の1を引くと、で 80% が3000発になるんで、2ラウンドのあたりだけ振り分けで負けてます。他のあたりはそもそも別フラグなので、どうあがいてもその出玉、その玉しか出てきません。要は10ラウンドのあたりだった場合は C 時短 B なだけで、何万回繰り返しても、その瞬間を繰り返しても10ラウンドの大当たり、リスタートも C 時短の C を引いてるだけなんで、何万回、これね、あ、違うわ、来ました。で、これが直撃大当たりを引いて 80% の大当たり引きました。これ実際は時短中なんだけど、便宜上ラッシュってさせてもらうと、ね、時短なんかなくてもいいでしょ。あれ、ちょっと前までなんか時短がないとやだ、時短がないとやだっていう人がすごく多かったんですよ。だからあのミドルタイプにも時短つけてラッシュも入れててやってたんですけど、セックスして時短がない方が結局出玉に触れるん、振り分けられるんで、ぶっちゃけ時短っていらないですよね。でも通常あたりにもラッシュ突入のチャンス欲しいから時短欲しいっていう人も、それは浅はかで、
実は時短があるからラッシュ突入率、直行のジャッシュ突入率が下がるんですよ。だから今時短引き戻し込みで 70% とかエヴァ歌うでしょ。あれも時短なしにしてたら最初から 70% で突入の台が作れました。ただ皆さんがあの時短がないとって言うから時短くっつけてるだけで、まあでも時短があるのはあるでいいと思うんですけどね。それはそれで通常引いた時のダメージが軽減されるから。ただ実際は時短がないとこういう風な台も作れるし、ドゥンドゥンドゥン、いいの光って、そろそろ光っていいのよ、そろそろ光っていいのよ、リスタートでもいいのよ、光っ、うおー、きしょー、これが C 時短 C 720分の1かな、ラッシュー、出玉なしです。うおー、その保留に当たりよと、リスタート引かなくても当たってたってことだよ。これ嬉しいような悲しいような。たださっきのリスタートは本当にそのリスタートにしかならないフラグを引いただけなんで引き損ではないです。これがね全部同一フラグでリスタートだったらぶち殺したくなる時あるんですけど、別フラグだとねイライラはないですよね。うおー、きたー、切れてよっしゃー、ちょっとじゃあモード変える。でもそしたらノーマルしか入れたくねえんだよな。先バレは嫌いだし、先バレはっきり言ってレム国士とあんま変わんないからね。ポキューンって先に言うだけでいっか、このままで。うおー、お願かかりラッシュのラで打つ打法、ラ打法超効くな。おい、レンチャンするわ。ほら、わあ、リスタート引きだ。ぶった切れたりすることはないよ。ラッシュー、光ってるネムちゃん。さすがにまあここまでレンチャンするで上出来か。間違って引かんねえかな君。ドゥーン、ピョ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 ーン、おお、とにかく一回だけラストで行かないしたことあるんだよなと思った光よ。出ましたね。店内状況です。まず僕のいるバラエティの島、こちらもね今までやっぱりそんなに動かなかった台まで動いてきてますね。何気にバラエティって言ってもランマもあったり、モモキュン戦撃、ノブナ、地獄少女、リゼロ、他にもあれなんだっけ、ベルセルグだったりね、結構人気どころも揃ってます。はい、こちら今レールがね、もう空いてるように見えてこれ休憩中です。で、手前のケージも2台、シンウホギア、ガロ、U タイムなしあり、両方ありますが僕的にはなしの方がおすすめかな。海物語もお客さんが増えつつありますね。状況はどうかな。ああ、海も以前より良くなってきております。あと中本さんが収録中だ。これは1パチの海です。はい、ユニコーンエヴァ、こちらはフル稼働。さっきは録画押したよな俺。かなり強いですね。で、剣付き保留はぶち割れてくれば7割ぐらい。先読み攻撃隊なんで。リリムが動かねえ。で、割れます。先読み攻撃隊で残念なのが、あの、期待度上昇保留緑なんですよ。で、ここも5なので、まあ、ぼちぼち。今のとこは大丈夫だね。ロックアウトになってね、なんかずっと喋ってんだね。剣気保留が入るとずっと喋ってる。なんか一枚絵が出てくれりゃもっと良かったんだけど出ねえか。あ、ロゴ落ちた。疑似2でロゴが落ちるのが大事。左に68か7でも良かったのに。大チャンスって言ってね。マジで
チャンス大チャンス、もう一個先、鬼もあるんですけども、まだ見たことないです。あそこは大チャンスが欲しいとこ。擬人、あー金も来ねえ、ちょっとヤバくなってきた。この場合僕が言ってほしいのがジャックスーパーです。うわ赤だ、赤文字だと落ちちゃうかな、ロゴが落ちず、あグング出る、じゃあこれ落ちちゃうね。ただグンが出たからなんとかなるかも。あーレムが笑わねえから鬼がかりは、鬼がかりは来ない。 OK ボタン押したけど、となると背景赤くならねえ。あーでもテロップ赤きた、 OK 最初から赤、これも悪くないですね。これなら押し、グンも出るし押し切れそう。さあ3回目バイブするかどうか、バイブしてちょっとやばいか、6点なら自信持っていけるって言えるんだけど8なんだよね。ただ研究保留で軍出てる、テロップ語尾が変わってるで、なんとか押し切れそう。6割ぐらいいけそう。特別なんだからね。あ、青か。やった。いや、1,2,3,4,5,6,7,8がラッシュだからね。それはこうなりますよ。で、僕が苦しみにしてるのは、あのこの台ってやっぱ青数字で刺さることも結構多いの。青数字で刺さることが多めなので、青数字でも鉄板図柄っていうか熱々図柄が欲しかったんですよね。だからあの赤図柄をの熱々図柄を増やしたい人は。ラムを熱々にするといいかもしれない。そうするとギジニで357いずれかで熱々だから、ギジニで357テンパイであっちあっちになれる。エミリアとレムを推しキャラにしとくと3と7だけになりますね。3と7だけはもう推しキャラに関わらずギジニテンパイで熱々、まあ7は厳密に言うとテンパった時点で熱々ですけど、というかおそらく左に止まった時点で熱々だと思います。7は止まったことがねえんだよ。え、何君、でもお前動いてないよね。7点したんだけど、止まったことないんだけど、左に7が終わったらもう7点じゃない。これ新規保留だから分からんぞ、入るかどうか。白芸チャレンジ入ってほしい。あーダメくせ、やった。先読みこう来たにしてるんで、あの白毛煽りが先読みと出現したら白毛攻略戦濃厚です。期待度は上がってません。先読みこう来たのの時先読みとして出現して、だからあの先読み出現時のトータル信頼度が低いのは、まず先読み期待度、あ違う、期待度は上昇放流緑が外れ時によく出ること、あいつが割り食ってる。あとは白芸攻略戦に行く時も先読みを経由するんで、白芸攻略煽りのね、この2つが弱いだけであって、やっぱ他の先読みは出現した時点でとあるの、あの先読み保留変化する先読み出現率ぐらい、僕的には7割ぐらいありますね。あれそれ以外の先読みだったら、うおー、あっちこれもう先読み出せない状態だったんで、もう保留が変化してくれてるので離陸地は合格です。変動時に紫はかなりいいです。で1万円も出たし OK、 さあ大チャンスも来た、大丈夫、これは当たりますね。4点で押しキャラを設定してても押しキャラ図柄以外で当たることの方が多いです。はてなはてなはてなの顔、タイマーみたいなもんですか。すいません、完璧解説と言っておきながら初めて見ましたこんなもん。まあできればロゴ金が欲しかったけど、ここまでがもう十分強いんで、これなら大丈夫だと思います。つか大丈夫ですね、これでビビってたら先読み圧で打ってらんないんで、軍はなしで、あ、洗わないか。でもこれあれ激アツジャッジのカゴじゃねえの。
さあ金になりますね。あ、金じゃない、鬼当たりです。でまだこのカゴが発動してないから、まあ、これ逃避演出の時に出るんでしょうね。もしかしたらあれかもしれない、これがガッて前に入れてこの大枠ごと崩すやつか。当たりです。あ、初めて見た。これ牽制のか、まあそのまま普通に行くのか。この時にいろんなガットイン出て、大都さんの、 あの吉宗とか打ってた人は知ってると思うけど、これが、ま、前に少しガって出てガラスを押すやつがあるんですよね。その演出が出るかなと思ったけどそうではなかったです。4で OK ボタンを押す裏技は僕はもうあのロゴ落ちとこの昇格演出の時しかやってません。鬼がかり柄でも、ああ、言わねえな、喋んねえな。どこで俺押し合いのこれ、ぶっちゃけすまん、実は今驚かなかったじゃん、えって。そうなん、行くんじゃないかなって気はしたの、実はなんかビンビンと。なんかね、めちゃくちゃ今これ多分3000取ってんじゃねえかなって。どうしようか、モードさっきがあるノーマルにしようか。何気にノーマルが結構面白いことに気づいた。まあ完全に打てる、完全に鬼がかりラッシュのラで打てるから大丈夫、レンチャンする。で基本的にはちょっと変動リスタート引いと、1までいったら 50%、 今のがちょっとチャンスな変動ですか。ちょっとね、今鬼鬼って文字来ましたけど、ああなってもちょっとだけチャンスです。ただし基本的には点滅保留待ちで、今ちょっと変動がなくなったけど、あれで 10% あるかどうかかな。で今3000できたけど、あれも人気に先読みが絡んで、よし、あー、全部先のダメだ。もしかも先読みなくても点滅保留の変動でミドル変動以上になってくれたら大チャンスです。もう一回リスタートでもいいか。ああ、今ちょっと長くなったのに起きた。ああ、ダメ、あ、頼む、ここだ。よかった、今点滅オリも何もなしで当たりましたね。点滅オリの前で当たってました。変動が長くなったらちょっとチャンスで、その時点で 10% でショート変動バンバンバンといって、ミドル変動がちょっと長くなって、今ロング変動です。ロング変動までいったら当たりか、ほとんど刺さりますね。ロング変動で外れるってあるのかな。だから変動 秒数はショート、ミドル、ロングがあって、次にダーン、ダーン、ダーン、これがショートね、ダーン、ダーン、これがミドル、ダーン、ダーン、これがロング。だから基本的にロング変動が長くなることをまず大です。どう、あ、来た。やっぱロング変動は激アツですね。多分当たりです。じゃあちょっと違和感やってみようか。これやったことねえんだよな。液晶ランプサウンド、さまざまな違和感。基本的にはあれノーマルモードとあまり変わらなくて、まあ、V がついたりとかなんか特殊で目が止まったりするらしいぞ。あ、つか今俺鬼がかりラッシュのラで打たなかったな、やべ。違和感、まあ面白くねえな。やった、あ、白毛煽り来た。今堀をまたいで白毛煽ってるんで、これ白毛いきます。ただこの前に説明してやるところが使われてると思うんですけども、あの先読み高期待にして先読みが来た出た時の期待度がおおむね 45% ってなってるんですが、実際僕7割ぐらいあると思ってるんですよ、先読みが出たら。でなんで 45% まで下がってるかっていうのは、この白ゲーと期待度上昇保留緑、この2つが信頼度を下げてるんですね。これを入ります、チャレンジには行きます。あの保留をまたいで煽ったんで、先読み高期待度のモードの場合はこうやって入ります。
ただ先読み後期待モードで先読みしてもこいつの信頼度って上がってないんですね。もうこれはただ入りますよってだけ。あれ、はい、鬼かかってますよ。俺刺した、あれ刺したでいいんだっけ。ごめん、俺これ当たったことねえんだ。ただファーストターン来るしは激アツ。これいったわ、これ初めて刺せるかもこいつを。ファーストターンの来るしは激アツと覚えてください。パターンによっては大当たり濃厚なやつもあったりします。追撃は入るかな、入ると思うけど、入りましたね。ああ、これはもう突破しました。追撃も入ったし、ファーストターン来るしスタート、追撃が入ってる。やりました、456回転。やったー、やっぱ当たると白ゲーム当たるときこうなるんか。我らの勝利だ。鬼がかってますね。はレム激アツでいいのかな、開始の7。一応開始ムービーレム激アツってなってるんで、それが多分あノーマルでいいや。やっぱごめんね、あれです。多分あの一応レム開始ムービーレム激アツってのがあって、それによっては当たりなのはってな、あれが鬼がかってますねが激アツムービーでいいのかな、あれでの大当たり濃厚なんですけど、あれが激アツでいいんだよな。で白ゲー今当たりましたけど、これ先読み後期待にしてたから、あの先読みを経て当たったわけじゃなくて、先読み後期待にしてる時は白ゲーのフラグを立てた時に保留をまたいで煽るようになるだけです。だから今のは信頼度が上がってたわけじゃありません。実際は20スーパーしかないです。たまたま刺さっただけです。だっけ28%か、白ゲーの白ゲーはああやって入るんで、で白ゲーが 28% で、であと期待度上昇量見てるが 30% ぐらいかな。先読みチャンスにしてる時にね出た場合、この2つが信頼度を下げてるだけでトータル 45% あるんで、先読みつけんじの白ゲーでもない、期待度上昇量緑もでもないやつが先読みで出たらもっともっと熱い。ヒューヒューヒュー、おーリスタートギンタ元にで、リスタート入れたら 99.9、 リスタートを除いた何かしらの玉ありを引ける可能性は116分の1です。いいのよ光って、ほら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 、リスタートのんけ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 、いいのよ光って、あなたあなた光って光って、そうよ光るのよ光るのよ、オッケー。リスタートが生きたね、167回転。レムレム、うん、いやいう特殊デメだ、今特殊デメでいいのあれ、ごめん特殊デメだ、にわかっちゃったけど、そうだよね。レムちゃんレムちゃんレムちゃんレム、パキョン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 、今んとこお前点滅コリュー出してねえな内部で。レムちゃんまだ終わりたくない、もうちょい君と朝まみれたい。十分でございます、全然いいっすよ、十分ありがとうございます。レムちゃん、はい、では実戦終了でございます。途中一回あのポヒューン、あ疲れてねえかな、ゴミで外れたんで、あのやっぱ先バネだとなかなか鳴った後もテンションが上がりにくくて、自分的にやっぱ先読みが何かしら出た時にフォエってなれる先読み後期待モードのをお勧めしたいですね。こっちの方が何か出た時熱いし、まあ総じて言うのは先読み後期待モードにして、やっぱモーニングスターでできれば赤保留にしてもらうのと、鬼がかり金系、あと激アツジャッジのここら辺を待つ感じですね。
裏ボタンは知らなくても大丈夫です。あと推しキャラはやっぱりあのキャラカスタムで苦しゅあたりにしておくと疑似にでテンパった時の図柄で熱々になれるのが3、6、7と3つになるんでね、レムとエミリア以外を推しキャラにするとおっていう瞬間が増えるんで、多分ね疑似にで推しキャラテンパイってなってたんですが、おそらく疑似にじゃなくても最終形の行った時に推しキャラ図柄、3図柄、7図柄だったら当たり、いや当たりまで行きましょうか、3図柄、6図柄、まあまあ疑似にでテンパイ、例えばこの場合、僕の場合3、6、7でテンパれば熱々なんですけど、おそらくだけどクルシュを進めにした場合最終形に行った時のテンパイ図柄が3か6か7だったら熱々なのかなと思ってます。はい、今日も楽しみました。でエンディングです。はい、お疲れ様です。さあ本日投資が19,000円、回収が16,500玉、なのでまあ12,000発、今日の11,000発か、11,750発のプラスでございました。ありがとうございます。これにてしばらくねレムちゃんとはお別れになりそうですが、すぐにまた打つかもしれません。ただ狙ってね打ちに行くことは多分しばらくないかなと、大体言うことは終わっちゃってるんで、うん、でまあ先バレよりも僕は先読み後期態度の方をおすすめしてるのが、さまざまなタイミングで先読みが来るんでいきなり熱くなれるんですよね。先バレだとポヒューンってならない限りずっと期待打つだし、ポヒューンってなったところでねもう大体その保留消化する前にある程度あこれで弱い癖って分かっちゃうんで、だったら先読み来た瞬間にうおーって熱くなれる先読みやつの方がどの道何かしら起きるのを待つんだったらいいのかなって。でついに白ゲームを捉えたし、鬼かかってますね。あれは激アツレムカムービーでいいのかな、開始ムービーね、あの時点で多分当たりだったとは思うんですけども、でもね言うのが怖い、あれがなくてもクルシュスタートでで追撃も入ったんで、あれはどの道当たってもらわなきゃ困るレベルまで行ってたんでね、まあ気持ちよかったです。はい、今回も勝利ということで、まだまだエンペラータイムは続いてたみたいです。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。